プやっていきますということで、ちょっとアイテムガチャ引けなかったんですけど、まあ、こっちはチケットなんでね、なんとか生き残ってくれてますんで、はい、引いていきたいと思います。で、自分が欲しいのは、まあ、なるみくんとあらかた、クオンもいいかな、虹谷もあれか、あの別バーの解放ができるのと、まあハゲゾウがいっぱい欲しいですねっていう感じで引いていきたいと思います。レア以上、まあなんで、まあハゲゾウがいいかな。まあ、今言ったキャラかハゲゾウが欲しいです。あ、 SR 来たね。これでもゲドウくんのパターン全然あるので、はい、あざっす、あざっす。キャラがキャラが一体も出ない。まあ、なるみくん出たの嬉しい。ここだけ良かった。はい、はい、了解です。はい、ということで A ですね。ここは、あ、まだゲドウくんがいますね。おやつとか全然いらないよね。あ、で PR のハゲゾウ、これが一番欲しいのは PR のハゲゾウですね。いきましょう。さあ虹 PSR は出ません。え、ああ、プラゲドウくんですね。これ完全に完全にゲドウくんですね。この虹玉は本当はほぼほぼアウトなんで、うん、ほぼほぼアウト、うん、まあでも嬉しいけどね。そういえばなかったわ俺なかったからゲドウくんでも全然嬉しいんですけど。あー、イヌキ、まあ、なるみくんがちょろちょろ出てるのは嬉しいけど、 PR1 枚もない、それはつらみ。はい、ということでラスト、ここが大目玉です。 SRSR のみ、あ、 PSR のみです。まあハゲゾウが欲しいかな。まあ、PSR かハゲゾウが出たら嬉しい。 PSR は出ないでしょう。あ、演出的には出そう、もしくはハゲゾウ。あ、2枚ハゲゾウですね。あざーす。はい、イヌキ、イヌキ解放すべきかちょっとわかんないんですけど、なんかついでに引けるものはないかな。あ、これ引いとこっか一応。これもうしばらく出てないな、 SR 以上。はい、でこれもまあ特に欲しいキャラいないのでっていう感じではあるんですけどね。降臨の解放、うん、まあでもなんかわざわざこれ引かなくていいかなっていう感じですね。はい、ですね守るがいろんなバージョン出るっていうね、ちょっと面白いけど、はい、そんな感じみたいです。あ、で一応タンガチャだけ引いとこう。キバくんは PSR 持ってるので大丈夫ですって感じですね。入ってません。もうタンガチャももうしばらく出てない、ね、高レアリティ。もう最後に出たの誰だろう、あれだ、江戸川文楽江戸川文楽だかの SR 出た以来何も出てないかなっていう感じです。はい、これに使えるかな、どうしよう。いやー、まだ無理だな、全然無理なので、まあちょっと貯めときましょう。あ、もう50手前なのか、全然気づかなかった。大空は置いといてよくて、なんか陰気がいっぱい出てたよね。鳴海どんな感じだっけ。あー、なるみそんな感じか。あ、ボックスにもしかしたらいるかもしれない。まあとりあえずいいか。イヌキかな、イヌキを雑解放するか。まあ、一応育てる派なの でこういう時に何かが起きそうな気がする。あー、もうなんかあれですねサクスペに運はないようです。もう完全に全部吸われる、もう引退しろと言わんばかりの感じの運の強さ。そうなんですよね、もう何も起きないので
何もなんかことごとくことごとくサクスペは恨みに出るので、お前はまあ行くんかい。はい、ことごとくこんな感じなので 2% って試合経験点 2% ってやばいでしょ。はい、って感じでございました。うん、って感じですね。まあ、なんでしばらく、まあ、傷を癒すじゃないですけどもう引き忘れるぐらいのレベルなので今、うん、まあ、ちょっとアプリとかでやりな、あの別のことしながらね、ちょっとまったりやれたらいいかなっていうふうに思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さん、ピースの日をお過ごしください。バイバイ。